どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は公営がいると勝てない、公営がいるときに気をつけたい立ち回り5選となります。最近スパッタリーなどの前衛武器視点で試合をしていると、公営がいる試合って後ろを任せてるみたいで楽しいんですよね。ですが中には公営がいると勝てないという前衛武器使いの人もいるようです。僕のところにも嘆きの質問が来ました。そこで今回はトライストリンガーを長く使っている経験をもとに、前衛視点で気をつけたいポイントをまとめていきたいと思います。公営がいるから勝てないっていうことはよっぽどではない限りないと思いますので、前衛としてやりがちなことを挙げていきます。実際にスパッタリーで公営がいる時の注意点として活用していますので、参考になれば嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。一つ目は前線に上がるのが早すぎるという点です。これは打開成功時に前線に上がってやられる人は要注意なポイントとなります。まず前線に上がること自体は悪いことではないです。むしろ前衛として必要な要素です。ただどこまで上がるかが重要になるわけですね。打開や手前処理が成功した時に一気に前線を上げていく前衛プレイヤーはたくさんいます。ですが気をつけないといけないのは、足場も整えず一人で敵陣まで一気に駆け上がっていくという点です。こうなると塗りのしやすさや機動力に差がある後衛はそもそも追いつけないですし、カバーはできません。正しく言えば、カバーできる射程に味方を収めることができなくなります。この時は押し込む意識が高いので前に突っ込んでいきがちですが、こういったプレーはむしろ前衛が危険になります。自分で自分を追い込むっていう感じですね。スペも溜まってないですし、スリップダメージを受けやすい状況にもなります。また復帰してきた敵や待ち伏せの敵に囲まれて一瞬でやられてしまいます。こうなるとせっかくの打開も無駄になってしまうんですよね。前線に上がるにしても、押し込まれた後は自陣、中央、敵陣の順でしっかり味方とラインを合わせる必要があります。打開成功時に味方を置いていってないか、敵は復活していないか注意し確認するようにしましょう。2つ目はポジション周りの塗りができないということです。後衛がなかなか前に出てこない時は要注意なポイントです。後衛としては足場が整っていないイコール敵が攻めてきやすいという状況になります。さらに塗り精度は低い武器が多く時間が取られます。要はポジションを取りたくても最低限の塗りが整っていないため警戒心が高まってしまうんですよね。こうなると動きが余計鈍る原因となります。ワイプアウトをしているなら大丈夫ですが、そうでないと不安の塊になるわけですね。こういった時にクリアリングも兼ねてポジション周りを整えてくれる前衛がいた場合はとても助かります。見る場所が敵と味方だけになりますからね。前線に上がるのが早すぎる味方の特徴としては、塗りをしないということがとても多くあります。せめてポジション周りのクリアリングはしておき、後衛が動きやすいようにしておくといいのかなと思います。塗りが整っていればそれなりに逃げる時も便利ですからね。3つ目は前で戦いすぎているということです。前に出ているのに後衛がカバーしてくれないという時は要注意のポイントですね。後衛がカバーしてくれないというのを聞きますが、そもそもそこはどこなのでしょうか。後衛は試合中に一番視野が取れている場所で戦っている武器です。そのためパッと見でカバーできるか判断ができます。要は均衡状態の時に無理やり前に飛び出て後衛の攻撃が届かないところに自分から行っていないかということです。長ザメで考えてみましょう。中央の高台に味方後衛がいた時、相手の高台裏に前衛が行ったらカバーはできないですよね。こういったことをしてるのになんで前に出てカバーしないのかということを見たりします。これはあまりにも無茶ぶりですね。射程外かつ危険なところに飛び込んだ味方を追いかけていこうという話になりますので、そもそもリスクが高すぎてできないんですよね。
前衛からするとちょっとしたことなんですが、実は後衛からするとかなり危険な行動として映っているわけです。こういったことが起きないように、後衛の位置からカバーをもらえる位置を抑えた上で前線を維持するといいかと思います。むしろおとりとして引きつけて引っ張り出してくるのもありかと思いますね。後衛の前に誘い込むのもいい作戦です。4つ目は、裏取りルートが塗られているということです。ゴンズイ地区でよくあることですが、裏取りルートを放置するのは危険です。これは塗りの意識の低さにも直結することですが、後衛が敵前衛にやられていた場合は、それは前中衛の管理の甘さになります。後衛はカバーと近づけさせないための処理で追われているため、塗りまでするのはなかなか大変です。その上で前中衛が裏取りルートを塗られているにもかかわらず何も対策をしないとなると、後衛は正直何もできなくなります。というよりかは、後衛に何もさせない原因をチーム全体で作っていることになるわけです。2つ目のポジションと被る部分でもありますが、裏取りの処理というのは中央からの抜けが原因です。これを処理できる後衛ならいいですが、 100% 処理ができるわけではないので、しっかりとカバーをしてあげる必要があります。裏取りルートの確認は後衛よりも前衛の方が近くを通るので確認はしやすいですからね。適度なクリアリングをしていきましょう。5つ目は、ルール関与を丸投げにしているという点です。キル数はいいのにカウント負けしてしまったという時に要注意ですね。ガチホコやエリアなどよく遭遇しますが、後衛にルールをずっと任せる傾向があります。もちろんポジション的に後衛が関与した方がいい時もありますが、前衛が全く関与しないというのは味方負担になってきます。エリアやホコの時にこうなってしまうと、後衛武器はほぼ機能しません。というか、やることが多くて敵に攻撃できません。しかもその状態で前衛のカバーを要求されるとなると、ルール関与を捨てるのが有効手段になります。このように前衛がルールにどう関わるかによって後衛の負担軽減に関わってくるわけです。エリアで全く塗らない味方がいるときは、後衛武器が仕方なく塗るしかないので、正直何もできないですね。エリアの塗り合いをするわけですからね、後衛武器がね。インクは持たないです。前衛も常に前に出っ放しというわけではないと思います。落ち着いた時にルールを確認することは大事かなと思います。個人的にはルール関与するためにオブジェクト周りをキルするとか、逆転できそうなら援護するとか、切り替えが大事かと思います。5つほどポイントを話してきましたが、前衛後衛どちらも使う身としては、後衛がいるイコール勝てないは成り立たないと思います。もちろん武器相性や編成の偏りで有利不利はあると思いますが、後衛がいるから負けるというのはないと思います。むしろ射程トゥーンと言われるくらい射程は有利なことが挙げられているため、後衛をうまく使った方が勝てます。前衛武器は自分たちで足場を整え戦う場を作ることが可能です。自分で敵との対面を強制的に作れます。自由なんですよね。ですが後衛は後ろからの後方支援が軸となるため、距離感を保ったまま味方をカバーする必要があります。この自由度の違いから、改めて前衛と後衛の役割とかを見直すのは大事なことかと思います。もし後衛がいる試合で負けが続くようであれば、味方との距離感が悪かったり負担が大きい可能性があります。前衛としての仕事をしっかりこなしつつ、味方の負担を減らすように周りをうまく活用していきましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。後衛がいると勝てない、後衛がいる時に気をつけたい立ち回り5選はいかがでしたでしょうか。今回は前衛後衛どっちも使っている視点として、前衛を使う上で気をつけたいことをまとめました。前衛は前に出てくれるのが仕事なので、出すは仕方ないですし、前に出すぎることもあると思います。ですがそれは自分がその行動をしたことが原因ですので、後衛がいるからというのは違うかなと思いますね。このあたりは冷静な判断ができるようにしていきたいところです。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。